まず相澤さん、横須賀バレー、取り組まれているということで、この横須賀バレーでの取り組みだったりとかっていうのをまずお伺いしてもよろしいですか？まず、横須賀を活性化したい、元気にしたいという思いがあります。で、横須賀っていうのが、もともと、重工長大な産業が非常にかつては強かったと。造船だったり、自動車産業だったりっていうようなところなんですよね。ただ一方で、造船や自動車産業っていうのが、右肩上がりで急成長しているかっていうとそうではなくて、どちらかというと、まさにグローバル化っていうところで、製造の現場が、どん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 、グローバル化していったよというところがありまして、で、横須賀でもそういった重工長大な産業っていうのが、縮小傾向にあったと。工場が閉鎖されるとか。で、そういった背景があって、2013年のデータで、人口転出数が全国の自治体の中で一番だったんですね。ちょっと言い方変えると、日本で一番人口が減ってる自治体だと、いう形になって、で、その時に横須賀離れてたんですけど、地元が大変なことになってると。で、そういった重工長大な産業から、これからは、IT を中心とした産業で、新たに横須賀に IT を中心とした産業を作っていこうと、いうことで、まずは、そういった、企業さんも、地元にはいらっしゃるんで、そういった企業さんの団体を作ろうと、いうことで、コミュニティですよね。コミュニティを作ろうということで、横須賀バレーっていうのを立ち上げたっていう、そういう経緯ですね。ありがとうございます。横須賀っていうところ、私も今、その人口が最も減ってる町っていうことを知らなかったりもしたんですけれども、そもそも横須賀バレーを展開するときに、どうして横須賀にフォーカス当てようと思ったのかっていうのがあれば、ぜひ教えてください。そこはまず一点、私が生まれ育った地元っていうところもありますと。生まれ育った地元っていうのは、これ変えられないんですよね。私が生まれ育ったのは横須賀であるっていうのは変えられない。だからやっぱりそういった変えられない、たった一つの故郷っていうのは大事にしたいなっていう思いがありましたと。あともう一つが、私は26歳で横須賀を出て、会社の移動やら何やらで、いろんな、事業所に移動したりとか、で、先ほど言ったように、2006年からは3年間、上海に駐在して、海外の事業をやっていたと。で、地元を離れて、ビジネスマンなんで、地元がどうのこうのっていう感覚が、どんどん薄れてはいくわけなんですけど、ただ一方でどこかで、地元っていうのが思いがあって、で、なんでかっていうと、特に、中国で仕事をしていると、私がその外国人という立場になって、で、なかなか思うように、それこそ生活ができないみたいなレベルだったりとか、ビジネスの前のいろんな課題だったりとか、そんなのもあって、当然ビジネスも難易度が高いというか難しい面もあって、時に、この事業失敗したらどうしようとか、そういった不安に駆られるっていうこともあったんですけども、その時に、仮に、まかり間違って事業が失敗したとしても、地元に戻ればなんとかなるかと。友達も先輩もいるし、仕事を選ばなければ、働き手はあるだろうと。いうのが、最後の自分のライフラインといいますか、自分の支えになっていたというのがあったもんですから、そうやって支えててもらってた地元なんで、その地元のピンチの時には、自分ができることは、なんかやってみようと。そんな思いで。はい。横須賀っていうところに、フォーカス当てたっていうところは、そういうところですね。ありがとうございます。今実際横須賀バレーとして活動されてる中で、なんかこう、横須賀っていう土地にもともとゆかりはなかったけれども、それをきっかけにこうすごく気持ちを持ってくれるようになったとか、そういう方々っていうのはやはり多くいらっしゃるものでしょうか？ですね。まず多いのは、私と同じように、横須賀を離れたと。これ多いんですよね。やっぱり、東京の大学とか行って、大学行って、そのまま東京の会社に就職するとかっていうパターン非常に多くて、今、横須賀離れてるとか、でも地元への思いはあるよという方が、横須賀バレーの定例会2ヶ月に1回やってるんですけど、そこに戻ってきてくれた。さらには、もう、横須賀に実際に戻ってきて、そこで地元に戻ってきて起業したとか、そういった方々が何人かいらっしゃって、そこは非常に嬉しいなと思うのと、あとはこの横須賀バレーっていう活動自体を、に関心を持っていただいて、横須賀とはゆかりのなかった方なんだけど、一度見学に来てみようとか、そんなような方々も出てきてるっていうのは、嬉しく思ってますね。ありがとうございます。
これからまたその活動を広げていく中でいろんな方がこう集積地としてこう選ぶような場所になっていくんだろうなというふうに思うんですけれども、そこの横須賀バレーを拠点として例えばいろんなビジネスを展開したりだとかっていう中で、そのグローバルっていうことに関しては今どういうふうに考えられていて、まあ、例えば実際にもし何か活動としてやられてることがあればお伺いしたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。はい。横須賀っていう、その場所を考えると、やっぱグローバルっていうのは目指してほしいなと。まあ、まず一つは歴史的にですね、戦後は、米軍の基地がずっとありますから、まずそういった、まあ、いわゆる我々からすると、海外の方っていうのが身近にいる。そういった中で、まあ、我々横須賀人は生活をしてきたっていうのはありますと。っていうのがありますんで、まあ逆に言うと、こう、マーケティングみたいなところはすごくしやすいんですよね。同じ街中に、1万数千人近い、外国の方がいらっしゃるんで、まあそういった意味では、横須賀っていうそういうエリアの特性を生かして、海外に出ていくっていうところは、挑戦される方が出てきてほしいですと。あともう一つは、結構国の研究所があるんですよね。まあ例えば、横須賀リサーチパークとか、まあこれは総務省さんが頑張ってやってるところなんですけども、あとは国土交通省の研究所があったりとか、まあ国土交通省の研究所に関しては、陸系と海系と、まあ海だったら、ジャムステックさんの、研究所がおっぱまにあったりとか、っていうような施設も、市内に何件もあるんで、まあそういったとこと連携して、日本の、まあテクノロジー、というのを使って、まあグローバルで展開できるようなビジネスが生まれていく。まあ、そんなようなことにチャレンジしたいと思ってますね。